日本宮城県石巻市日和が、岡日和が、岡は、宮城県石巻市にある町日の都であり、1丁目から4丁目までを要する。郵便番号は986-0833。石巻市の中央部に位置しており、南は門脇町や南高町と、北は泉町や中央と接している。住宅地が多くの面積を占めており、東日本大震災によって、 その需要が高まったと思われる。国土交通省によると2020年7月1日時点での日和が丘1丁目24番一街での地価は38,700円平方メートルであった。現在の行政区域としての成立は2005年4月1日であり、合併前の旧石巻市日和が丘から移管されて成立した。また、古くは、 旧石巻市役所が所在しており、市の機関が集中していた。駅内に鉄道はないが、最寄り駅は JR 石巻駅である。駅内の児童は、石巻市立石巻小学校、石巻市立石巻中学校に進学する。2021年2月末時点で、の人口は以下の通りである。東日本大地震の際、門脇、 南浜町方面からの避難者が続出したほか、日和が丘での東日本大震災の震度は、おおむね6弱であったと推測され、浸水被害はなかったが、域内の犠牲者は15人であった。また、域内の世代、男女別の犠牲者、死亡率は以下の通りである。ありがとうございます。